啓発に先立ちまして、所管であります安全衛生委員会平田副委員長より挨拶を申し上げます。皆さん大きな声でおはようございます。おはようございます。今日は当委員会の委員長欠席なんですけども、私副委員長の平田です。今日の、交通安全の、街頭での、頼み啓発ということで、皆さんともに元気に旗を振って交通安全に、なくするように頑張りましょう。それではよろしくお願いします。江別警察署署長佐藤信夫様。江別警察署地域交通課統括官湯野純子様。江別地区交通安全協会事務局長鎌倉勲様。ご来賓の方々を代表してご挨拶を頂戴したいと思います。はじめに江別警察署署長北海道警視佐藤信夫様、お願いいたします。皆さんおはようございます。おはようございます。江別署長の佐藤でございます。今日は秋の全国交通安全運動に向けながら安全宣言並びに鳥波に街頭啓発に実施申請しましたので、一言ご挨拶申し上げます。大変今日は、お忙しい中、また早朝に関わるですね、交通安全運動のためにですね、多数ご参加いただきまして大変ありがとうございます。また交通安全運動ばかりでなくてですね、それから警察行政関係にあたりまして、ご理解とご協力をいただいておりますことを重ねてお礼申し上げます。さて交通事故の発生状況でありますが、全土における、交通事故につきましては皆様ご承知のように、死者負傷者ともにですね、前年比を減少しているところでありますけれども、当初管内におきましてはですね、すでに2名の方が交通事故で亡くなっておりますし、人身事故の発生件数、それから負傷者ともにですね、前年比で、増加しているところであります。気が付きまして、頑張って取り組んでもらって考えておりますので、皆さんもこういった活動を続けていただいてですね、交通事故防止に進めていただきたいと思います。安全宣言。江別工業団地協同組合秋の交通安全運動決意表明。私たち組合一同は本日より9月30日までの秋の交通安全運動を実施するにあたり、運転者一人一人に交通安全意識のさらなる向上と交通ルールの遵守、交通マナーの実践、ディエライト運動を習慣づけ、ストップザ交通事故し、目指せ安全で安心な車社会。1、スピードの出し過ぎはしない。2、運転中の携帯電話をしない。3、シートベルトとチャイルドシートの着用を徹底しよう。4、飲酒運転は絶対にやめようを達成することを決意いたします。平成23年9月21日江別工業団地協同組合安全衛生委員会でございます。これより五丁目通りと中角山道路の交差点周辺で街頭啓発を行います。組合事務局、戸田さんと林さんの2名が先頭に立っていきますので、これからちょっと指示の方を出しますので、よろしくお願いいたします。